TV をご覧の皆様、えー、今回はですね、えー、どうしてもスライスが止まらない人パート2ということで、まあ、パート1はね前回、あのー、ちょっとまあ小ネタも挟みながら話したんですけども、えーまああのー、桜井さんのレッスンをしてる時にですねこのボールを投げるという話がありましたねでこの手首の使い方ここを改めて再度こう説明したいと思うんですけどもボールが遠くに投げられない方というのは そもそも掴んだ状態でこうやりますだから多分こう野球とかをやったことない女性の方たちっていうのはこうやりますねはいこうやりますこの時の一番のポイントは肘が下向いてしまって手首が伸びている状態、はい、この状態だと投げることができなくなります投げるためにはどうすればいいかというと指先にボールを引っ掛けて 手首ががここここのようににに折れれて、なおかつ肘が高い位置。ここに来ると、もうこれだけで腕がこうちょっっとうねね。てきます、ねこうやってね、だからこういうふうに投げるんじゃなくてこうやって投げられるようにするためにはテイクバックをしてバックスイングを上げる時にこのボールを投げる形をしっかり作らないといけないんですね。でも多くの方は脇を締めたりとかコックを入れようっていうことを意識しすぎるあまり。 ボールを投げる格好に実はなってません。なので、えー、チェックポイントとしては、指先でボールを投げる形を作ってもらって、このまま本当にこう持ってもらってトップに上がって、パって離した時に、あ、ボール投げられる形になってるかなと。指先でボールを投げる形をこう作ってもらって、このまま本当にこう持ってもらってトップに上がって、パって離した時に、あ、ボール投げられる形になってるかなということを確認すると、フェースの開きが相当なくなっていきます。ですかだから、フェースを開いてる人は、 これやばいどうやっても投げられないというあの桜井さんのリアクションになりますのでこうなっている人はフェースが開いているわけですねこうなっている人はフェースが開いていないだからボールを投げますという形がここで作れていないとフェースが開いているのでここもです、ね、本当にあのどうやっても右に行くというのがなかなか治らない方は、えー、確実に途中でフェースが開いているんじゃないかということを疑ってほしいんですねでポイントとしてはです、ね、トップに上げたときこっちの方が分かりやすいかな トップに上げたときに、ボールを投げる格好で行くると、まあ、こうなりますけども、フェースの面っていうのは、えー、少し上の方を向きます。ね。フェースの面がちょっと上の方を向きます。で例えば、ダスティン・ジョンソンとかは、まあ、こんなになりますね。もう真上を向くぐらいになりますが、これがフェースが閉じている状態です。これが閉じている状態。で、こっちに来れば来るほど開いている状態になります。なので、ぜひですね、ご自身のスイング動画を撮っていただいて、トップのポジションでフェースが 開く使い方をしているのか、はたまた閉じる使い方をしているのかということですねぜひ確認していただけるとあ、自分がだから右組んだ、だから左行くんだということが、えー、結構わかると思います。なので、えー、バックスイングのポジションで、まあ、大体ですね、大体、まあ、角度ですると45度ぐらいになればいいと思うんですけども、まあ、ここが0、ここが90だとしたら、45度ぐらいになればいいと思うんですけど、まあ、こっち側に来れば来るほどフェースが閉じている。 こっち側に来るわ来るほどフェースが開いているということなので、特にこうやってあげている人っていうのは実はアマチュアの人はすごく多いです。はい、クラブを持ち上げに行ってしまうんですね。はい、そうすると自分側にクラブを持ってこようとするとフェースというのは開きやすくなるので、ここをぜひですね覚えていただいて、必ずボールを投げられる状態に手がなってるかどうかってことを確認してですねバックスイングされると、えー、すごくフェースの管理がしやすくなりますから、ここもぜひですね覚えていただければと思います。